東京浅草見聞会エッジの光とまゆです。今日は、ある企画で浅草に来てます。ドンスカイツリーとカズヤさんです。それでは、本番の前にここで立ち回りの稽古をします。頑張るぞ。今、浅草寺に来てます。やっほー、なんかおめでたい雰囲気いっぱいしてます。代表が代表が頑張って重そうな荷物を運んでます。じゃあ今から、現場に向かいます。行ってきます。現場に行く前にステージの成功を祈って浅草寺にお参りをしに行きました。忍者の里暁さんに到着しました。本日はこちらで撮影をいたします。それでは中に入っていきましょう。それでは暁さんを探検していきます。レッツゴー。こんな感じになってます。すごい。あれ、アスレチックあ、クラウ刀も、ちっちゃめの刀もですね。あと柴犬がいっぱいおる。かわいい。かわいい。つぶつぶ。カロキュー。内カメラなんです。どこですか、ここは。ここは忍者の里、暁でございます。はい、行って、よし、これ。おお、すごい。すごい。じゃあ、ちょっと私も。行ってみよう。行きまーす。ぐる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 。何してるんですか。戦ってる。戦ってる。やられてる。代表。代表。現場本番前に。じゃらん。撮影前で今、稽古をしてます。もうちょっとで本番なんですが、どうぞ、楽しみに待っていてください。ここから修行がすでに始まっており、すごいすごいことになっちゃってます。そしたら、はい、ゆっくり刀を抜き、はい、あ、取れた。ちょっとあ、でも抜けそうだ。あ、おお、おい、抜けたです。ナッシードの抜刀はできたでござる。根性だ。気合で体の形を変えている。すごい鬼滅っぽい。鬼滅っぽいね。木の力です。おお、素晴らしい。素晴らしいと思いました。ここは難しいぞ。やっぱ入れる方が難しい。頑張れ。なんとか。持ってる。あ、刺さってる。自分は危ない。収める方が手伝っていただければ。先生、これは本物ではないです。これ本物じゃないです。両手でさっきの手さぎりをやってもらっていいですか。はい。あ、これまだ当てないで、これを、本当切るっていうつもりで、はい、ちょっとからぶりをしてもらって。あ、からぶりを。両
って出持つのが。よし、終了だよ。はい。オッケー、ちょっと力が入りすぎてます。あ、ゆっくり。オッケーです。オッケー。それをもうちょっとゆっくり、しっかりとこれを切るっていうつもりで。今刀を振ると同時に、はい、自分の体と股間をもうこっちに振っちゃってるんですね。あ、なるほど。そうすると敵を見失って、はい、切れなくなってしまうんです、はい、なので切る場合っていうのはしっかりと整体、自分の中心を前にして、はい、この刀を振った時も自分の体と顔はこうなります。なるほど。お、結構難しい構造上の問題が難しい。でした。はい、もう OK です。はい。これにしっかりと切り込めれば。なので、もう 2,3 回ちょっとやっていただいていいですか。はい。刀と手が今ぐるぐる巻きになってますね。すごい、ヤクザ映画でこういうの見たことないですよ。包帯でぐるぐるで巻いてね。はいはい。ちょっときついかな。大丈夫。そうですね、今結んでいただきましたので、はいはい、あ、これだったら落ちない。はい、はい、1で、はい、右足を前に出してきてます、はい、で、もう1回下がります、はい、で、2でもう1回前に出てつけます、はい、で、次の3で実際に切ります。はい、いきますね。はい、ちょっとお待ちください。はい、いきます。はい、12、ここ狙ってください。はい、もう一回いきます。1、はい、2、はい、切ります。3、 OK。 おめちゃくちゃ綺麗に切れましたね。先生の教え方でしょ、これ。どこかになってもこの状況で片手で切れちゃうんだから。すごいすごい、いいよ。信じられない。すごいな。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。すごい、素晴らしい。やりました。本日は一日ありがとうございました。ありがとうございました。また素晴らしい一日になったみたいで、本当に感謝してます。それじゃあまた会いましょう。バイバーイ。最高だよ。